今回あの7ゲーでは「フォーカスサリーフィルム」といいまして弊社が私が配給している作品にの特集上映というものを今していただいていてその一環のサファリの上映でしたで本日この上映の後にあのに今ズームにも映ってらっしゃる安田明人先生九州大学の先生九州大学安田先生にあの今映画で あのやっていたこのトロフィィーハンティンテグですねスポーツハンティングとも言うんですけど、まあ、実際安田先生はそれの経験者でもあるのであの、まあ、そのことについてあのいろいろお話をしていただきたいと思っていますちなみに安田先生のこちら著書で初めてこの映画を日本にあの持ってくる時にいろいろトロフィーハンティングに調べてたんですよねそしたらおそらく唯一日本であのこの問題、まあ、これが問題なのかこれはまたこれから安田先生にお話ししていただきますけど。 あのついてあの専,あの専門の本を書い,書いてい,あのいた先生が日本にいてで私は九州に先生安田先生に会いに行きましたでそこで初めてあのいろいろ会って話を聞いて聞いたという、まあ、そういった出会いでしたでそれではあのこれから安田先生にプレゼンテーションあのレクチャーをしていただきますので。 どうぞ皆さんもよろしくお願いします。拍手でどうぞぜひお出迎えください。えっと、はじめましてあの、九州大学の基幹教育委員で准教授をしております、えっと、安田と申します。えっと、今日は、あの、皆さん、サファリ、映画サファリをご覧いただいたということでして、えー、っと、それに関して、えっと、私の方からちょっと、えっと、解説をしていきたいかなと思っています。えー、っと、 で皆さはいえっ、ー、と映画サファリに関してなんですがまあズームのこの画面で見てまあなんか学生っぽい先生って言ってるけど学,学生っぽいやつが映っててなんだろうと皆さん多分思われていると思うので、えー、と私のまあ簡単な自己紹介から始めたいと思いますえっ、ー、と名前は安田と申しますえっ、ー、と1982年生まれで39歳なんですがえっ、ー、と今日大阪十0であの で公開されてるということで、私、兵庫県出身で、よくその重曹はよく通っておりました。えー、っと今あの、九州大学の基幹教育院というところで准教授を、えー、務めております。私の専門なんですが、私の専門は環境社会学というものと、えー、っと地域研究というものです。まあ、この内容は、えー、っとさておきテーマは、狩猟です、えーっと。狩猟を通して考える人と動物の共存というものを、私の研究テーマにしております。 えとその研究テーマなんですが、まあ、環境社会学と言いましたが、これは何かと言いますと、広い意味での環境。 まあ、皆さん環境と,、えー、と聞くと自然環境というものを、えー、思い浮かべられると思うんですが、えー、と人間を取り巻くものという、えー、環境の意味、えー、環境という、えー、言葉から考えると人間を取り巻くものというのは自然だけじゃなくて社会であったり文化であったりしますでそういった、えー、と広い意味での環境の中で人間はどう生きるべきかというものを考える学問になっています もう一つの地域研究というのは実際に現地に行って調査を研究するようなものですいわゆるフィールドワークというものですこれに野生動物というものがくっつきまして私の研究テーマは我々人間はどうやって野生動物と生きていけばいいか現場から考えようというものでありますもうちょっと詳しくお話をしますと まあえっと、人と野生動物の共存関係の構築というものが研究テーマなんですが、えっと、人間と野生動物の間には、まあ、文化、社会、自然というそれぞれの、えっと、関係性があります。例えば自然的な側面であれば人間は、えっと、野生動物を守るということであったり守りながら賢く利用するという保全利用あとは、えっと、社会的な側面であるとそれを、えーまあ、サファリ、えー うんとまあ、姫路にもありますよね、サファリパークって、あれは野生動物かどうかっていうのはちょっと分かりませんが、えー、とああいうものを観光として使うであったり、えー、とそれから取られた、えー、と肉、最近はジビエというのも流行ってますが、えー、とそれで売って経済を回すとか、えー、いうような関係性もあります。あるいは、まあ、キリン、まあ、映画の中でもキリンが出てきましたし、えーと、他にもいろんな動物が出てきましたが、まあ、それを見てただ単に見て可愛い。 があると愛護という関係性もありますし、えーと、それを食べるという関係もあります。でこういったさまざまな関係があるんですが、でその中心に狩猟、えーと、人間が野生動物の命を奪って利用するという狩猟というものを中心において、えーと、この関係性を紐解いていくというのが私の研究です。 で地域研究とありますので、その場所はですね、まあ、国内、えーまあ、私、今、福岡にいますので、福岡で、えーまあ、フィールドワークというのはやっているんですが、も、えー、ともとの始まりは、私はアフリカのカメルーンという国で、えー、っとこういうスポーツハンティング、えー、っと狩猟に関する研究を始めました。で最近はちょっとカメルーンの方がえー、っが政常不安になってきてましたので、えー、っと3年ぐらい前からは、えー、っとアメリカのハワイ州というところで、えー、っと狩猟に関する研究も始めております。 でその研究の柱っていうのは2つありまして、えー、と持続可能性、まあ、サステナビリティとも言われたりしますが、えー、とそのまあ持続可能性とは何かっていうのと、えー、と狩猟ですので、人間がえっと動物の命を奪うことに関してどう考えるかっていうのを2つの柱としてやっています。まあ、難しい話は抜きにしても、えー、とまあ狩猟のことをまあ研究している。 人間であるということを理解していただけたらいいかなと思いますが、えーとまあ、こういう声も聞こえてきそうだと、まあ、そんなこと言ってもやってみりゃわからんだろうということでして、まあ、私も実はっ、えー、と今年で9年目になりますが、えー、とハンター、狩猟者になっていまして、えー、と実際、後ろに見えてますが、箱穴、罠を使ってイノシシを捕まえたり、えーとまあ、銃、猟銃も持ってまして、えーと、銃で鹿を捕まえたりだとかっていうようなこともしております。 えとちなみにこの写真は、えー、と写っていますが、えー、と実は九州大学と,、えー、というところがあるんですが、その九州大学の伊東キャンパスというところでして、えー、289ヘクタールの敷地の中の 100, 100ヘクタールが実は緑地でして、その中にこういう野生のイノシシが、えー、どこどこ歩いているような <laughs> キャンパスになります、まあ。それは研究の一環として、その捕獲を始めたのはそうなんですが、えー、とその伊東キャンパスの中で、まあ、学生がバイクを バイクに乗ってる学生がその命とぶつかったりだとかっていうこともあったり、えー、キャンパスの周辺の農家さんから、えー、うちの畑が荒らされてると、えー、いうこともあるので、えー、と捕獲っていうのをしていますが、まあまあ、これまでの8年間くらいで280頭くらいを、えー、捕獲をしてきました。まあ、新聞でもちょっと取り上げられて、旧大ジビエハンターっていうよくわからない肩書きもつけられたりしてきました。まあ、それはいいですね。えーと今 今日、えっと、皆さんが、えー、皆さんに見ていただいた、その、えー、とサファリ、えー、というものなんですが、も、えー、ともとサファリという言葉はですね、えー、と東アフリカの共通言語である、えー、とスワヒリ語から来ています。えー、とサファリ、えーと、動詞で言うとサフィリになるんですが、これは、えー、と旅をするという意味になります。 もとも、えー、との意味は野生動物を狩猟するために旅をするというところから来ています。最近は姫路の,そのサファリパークというものに、えー、代表されるようにサファリって聞くと,、えー、と動物がいるところに、えー、カメラを持って出かけて、えー、写真とかビデオを撮るような、えー、ものを想像しがちなんですがもともとの意味では、えー、今日の映画であったりこの写真に出ているように野生動物を、えー 獣で、えー、と狩猟すると、えー、そういった観光になっています。えー、とそのサファリ、えー、とあるいはト,トロフィーハンティング、<laughs> もしくは、えー、とここに書いてますようにスポーツハンティングと、えー、言われたりします。それは何かと言いますと、えー、と映画の中でも剥製作りというのが出てましたが、えー、とその楽しみのために、えー、野生動物を狩ること、そして、えー、とこのトロフィーですね、剥、え、製、ー、のこの トロフィーを、えー、獲得するために、えー、行われる狩猟のことです。アフリカにおけるこのトロフィーハンティング、えー、スポーツハンティングというものは非常に歴史が、えー、と古くてですね、まあ、ヨーロッパ列強による、えー、植民地支配、えー、から関係しております。まあ、言ってしまえば100年以上の、えー、と歴史があるというものです。で今回皆さんが、えー、と見ていただいた、えー、とサファリー、 のえー、映画サファリの、えー、と舞台は、えー、とここにありますナミビアと,、えー、と南部アフリカにありますナミビアという国を舞台にされていましたがでは他の国では、えー、とこういうスポーツハンティングはどのように行われているのかといいますとこのように色をつけた、えー、とアフリカの国々ではすべ、えー、てこのスポーツハンティングが、えー、認められています、まあ、規模はまちまちなんですが、えー、とこの色がついているところでは実際に行われているといいます。 実は、えーと、皆さん、まあ、アフリカで動物を見るといった国立公園とい,、えー、いうものを想像されると思うんですが、実は、狩猟するための土地というものは国立公園などの保護区以上に、えー、設定されている、それよりも広いということです。でこのアフリカの国々には、えー、と年間、まあ、1万9000人ぐらいの、えー、とハンターたちが世界各国からやってきて、<laughs> えー、動物を撃つということをしています。 もうちょっと詳しく見てみますと、えー、とアフリカの東部では、例えば、えー、とケニア、タンザニア、えー、エチオピアというものがありますが、えーと、タンザニアでは、タンザニアが一番の最大の、えー、と狩猟地です。非常に、えー、広い面積がスポーツハンティングのために割り当てられています。でケニアっていうのは1972年から禁漁というものにはなってるんですが、えー、と小規模の、えー、動物であったりというものには、えーえー、認められているので、ちょっと色はついています。 まあ私が調査をしていたカメルーンという国も含めて、えー、と西、中央というのは非常に小規模ではあります。あまり動物がいないと、えー、と人口密度が高いので、えー、とあまり動物がいなかったり、えー、とその動物たちが。 <coughs> えー、繁殖できるような、えー、と広いスペースがあまり他に比べて少ないというのもあるんですが例外的にはカメルーンでも、えー、と中アフリカでも、えーまあ、年間200人ぐらいのハンターたちが来て局地的には活発に行われていますしかし何 <coughs> といっても、えー、とメインというのは、えー、と南部アフリカですここが、えー、とアフリカ最大のスポーツハンティング産業地域となります、えー そうですね、不許可国としては、まあえー、許可行われていないというのはレソとスワジランド、ボツワナというのがあるんですが、えー、ボツワナも確か2年ぐらい前から、えー、また再開をしたのでちょっと色を塗り忘れているんですが、えー、小規模、えー、小国、2つの小国を除いてほとんどの国で大規模に行われています。その特徴、この映画でも出てきたように、えー、私有地、ゲームランチと呼ばれる私有地で、えー、スポーツハンティングが行われている。そして、えー、ビッグファイブ と呼ばれるゾウ、バッファロー、ライオン、ヒョウ、サイという5つの大きな大型哺乳類を狩猟することが可能になっています。で、実際、えー、とナンバーアフリカといいますと、まあ、南アフリカ共和国という国が最も、えー 活発にスポーツハンティングが行われている国になるんですが、その規模は、えー、と年間100億円以上の、えー、と経済効果が出ているというものです。まあ、私にもそこにちょっと行ってきたので、えー、と非常にナミビアと,、えー、と雰囲気が似ているところなので、まあ、補足的な、えー、情報として、えー、と皆さんにお見せできればなと思います。で私が行きましたのは、えー、とマリックサファリという、えー、知り合いのつてで行ったところなんですが、えー、とこのゲートをくぐりますと、まあ、大きな。 えっと2メーター、2.5メーターぐらいの、えっと、高さの電気のフェンスが全部張り巡らされていて、えっと、中に、まあ、野生と言っていいのかもしれませんが、動物たちがいると。 ここは非常に古いところでして、えー、とこの、えー、とオーナーのおじいちゃんの代から、えー、やられているところで、も、えー、ともとは家畜を育てるような牧場だったんですが、まあ、それよりも野生動物を飼ってハンターたちに打たせる、えー、とゲームランチにした方が儲かるっていうのを、えー、と今の代のオーナーが、えーまあ、始めたというところです。で えっとまあ、今回の映画を見られてもしかしてそのハンティングというものに興味を持たれた方がいらっしゃれば朗報になるかと思うんですが、えー、っとこのランチに行けば猟銃、えーえー、免許とか狩猟免許というものが全くなしに、えー、っとお金さえ払えばこのランチの中では、えー、っとガイドの指示のもと,を、えー、っと銃を撃てるし野生動物を撃つことができます。まあ、実際こうやって、えーっと まあ練習はもちろんするんですが、まあ、私は経験者だということでまあ、ちょっと打ったけでよし行こうということでいきなり茂みに連れていかれて、えー、とこの椅子に座ってろと俺がちょっとあの動物呼び寄せてくるからということで、まあ、待つと、まあ、でも簡単に、えー、とポンと取れると、えー、いうことになっていますちなみに私の顔になんか、えー、と赤いものがついていますがこれは何かというと,、えーとはっ 初めて取った獲物の、えー、と血をです、ねえー、と顔につけると、なんかまあおまじないだと、所領のための、えー、とおまじないだということだそうです。でまあ、他にも動物、えー、とっ 2頭ぐらい取らせてもらったんですが、えー、とそれはどうなるかと言いますと、えー、とまあ映画ではあのキリンが大規模に解体されているシーンがありましたが、えー、と大体このようにえ解体されて、ですねその後にこのビルトンと呼ばれる干し肉にされてえ流通しています。えーとこれは あの打ったハンターたちが、まあ、実際食べてもいいんですが、どちらかというとオーナーの人たちが、えー、と自分たちで加工して、えーまあ、ビジネスの、えー、とプラスにしているというものです。でお客さんたちの目当てとていうのは、えー、やはりこういうトロフィーですね、作られ、剥製にした、えー、と頭というものを、えー、と持ち帰る。頭以外にににも、えー、とこのように非常に細 まあ、細かく環境、えー、まで <laughs> あの再現したような、えー、とトロフィーを作って、こういう職人がやはりいるんですね、えー、でこういう人たちの、まあ、お仕事にもなっていると。で、えーと、その他ですね、このオークションというものもありまして、えー、と野生動物を、えー、生きた野生動物を売買するということも行われています。 実際、私が訪れたゲームランチのほうでは、えっと、若いローアンテロープの耳にこう3番というタグが黄色いのがついていますが、えー、とこういうのがオークションで売られているとでオーナーはそれを買って自分たちのゲームランチに話してお客さんに、えー、打たせるとでお金を儲けるというような本当に産業が行われていました。 まあここまでの話を聞かれて、えー、とまあ産業だとか、えー、とお金儲けとか、まあ、娯楽とかトロフィーとかって聞くと、なんか人間の金も金儲けとか、楽しみだけのために野生動物を殺してるっていうのは、なんかいかがなものかと思われた方もいらっしゃると思います。実際、ハンティングに対してスポ、特にスポーツハンティングに対して、えー、と反対意見っていうのは、えー、と多いです。 それは残酷であったり、えっ、ー、とスーパーに行けばえっ、ー、と肉が売っているのにえっ、ー、とわざわざそうやって殺すということは不必要だろうというような倫理的な批判というのがあります。で、それが燃え上がったのがありまして、2015年にえっ、ー、とジンバブエでセシルという名前にの付けられたえっ、ー、と非常に年老いたオスライオンがいたんですが、えっ、ー、とアメリカから来たえっ、ー、とハイシさんのハンターが、まあそれを、えー、まあ取ってしまったと。えー、それに対してえっ、ー、と たたたくさんのの、えー、難すする人たちが、えー、声を上げたというもので,すで、まあ、スポーツハンティングというのは、えー、非常にお金が儲かるとか、えー、と娯楽のためにやっている人がいるとか一方でこういう倫理的な批判が巻き起こっているというのがあるんですがじゃあ,、まあ今でもその1万9000人以上の人たちがアフリカまで来てスポーツハンティングを行っている、まあ、100億円以上のお金が動いているだとか そのなぜかというのを紐解いてみると、スポーツハンディングというのは、まあ、生態的な持続可能性と,、えー、と経済的な豊かさを保障して、野生動物の保全政策と地域発展に寄与しうるからだというような分析がなされているからです。まあ、これはちょっとやなんか分かりにくいので、ちょっと図で見てみますと、まあ、映画に出てきたようなあの老夫婦の、えー、オーナーたちもいましたが、ああいう人たちは、まあ、観光事業者、オーナーと呼ばれる人たちです。 で彼らは、えー、とハンターを、えー、と他の国から、えー、と呼びまして、えーと、狩猟規則とか捕獲は、例えばメスを打ってはいけないとか、この動物は打ってはいけませんとか、えー、とこの動物は年間5頭までですよとかいうような制限、まあ、ルールに、えー、従った形で野生動物を利用します。でそれに対して、えーと、税金というものが、えー、と一部、政府の方にも支払われます。 それが野生動物保全のための活動費に充てられるんですが、全部その政府の、まあ、ポケットに入るというわけではなくて、えーと、その地域に住んでいる人たちにお金が少し分けられると。でさらに、この地域の人たちは、このオーナーから、例えば、えー、あの従業員の人たちも出てきてましたが、えーと、その人たちの働き口になったりだとか、えーと、村に教室がない、学校がないということであれば、えー、とそれを作ってもらえるなどのことがあります。 まあこういう経済的勉強を受けた、えー、地域住民の人たちは、まあ、保護活動に参画しましょうと、まあ、非常にいい流れができるだろうとスポーツハンティングによってお金も回るし地元の人たちも野生動物の保全に協力してくれると非常にユートピア的なシナリオが描かれているため、まあ、スポーツハンティングというのは、えーまあ、存在している、えー、一つの要因なのかなと考えています。つまりは、まあ 野生動物はめ絶滅しないし、金が儲かるから、まあ、すみません、九州なんで <laughs> よかろうもんといい,えいいじゃないかということです。でまあ 研究はここで終わりかというと、実はそうではなくて、まあ、私はまあその現地に行って実際にそれを見てきていますので、えー、とそのまあ原動力っていうのは、本当にさっき言ったそのユートーピア的なシナリオっていうのを住民の人たちは共有しているのかどうかとか、まあ、スポーツハンティング、このサファリハンティングというものが住民の人たちに与える影響というのはプラスなものだけなのかというのを実際に見てきたというものです。でまあ私があの まあ、カメルーンで、えー、と見てきた現場の話なんですが、確かに、えー、とヨーロッパの観光事業者たちが非常にお金をいっぱい回して、えー、と欧米から、まあ、富裕層のハンター、えー、例えばです、ね、2週間の狩猟旅行で、えー、と400万とか500万円とかは、それぐらいのお金をポンポン払うような人たちが来ます。その人たちががつとで多くの、えー、税金が国に入る そして地元の人たちも、えー、とこうやって仕事をもらったりだとか、えー、と税金の一部をもらったりだとか、えー、と学校を村に作ってもらったりだとかっていうことも実際に確かにありました。まあ、しかしですね、その一方で、えーまあ、狩猟の禁止と逮捕つまり住民の人たちが野生動物を狩ることはまかりならんということになっていました。なぜなぜらば、えー、とそこに えーまあ、生きている野生動物というのは重要な観光資源であって、それを得るた、えー、それを狩猟するためには、多額のライセンス料というものを支払わないといけないと、まあ、制度上はそうなってるんですが、まあ、実質上は要するに、えーっと、外から来る裕福な白人のためにだけこの野生動物は生息しているんだというような見方はされていました。 でさらに、えっと、スポーツハンティングを新たに、えっと、始める地域にあたっては、この村が邪魔だから、地元の権力者を使って強制的な移住というものの事例があったりもしました。まあ、つまりですね <laughs>、まあ、サファリハンティングというのは、まあ、皆さん、えーっと、今回映画見られて、結構生々しいシーンだとか、えーっと、非常にラグジュアリーにスポーツハンティングを楽しむ、えー、ヨーロッパ系の人。 とえー、と肉をなんかむさぼりつく、えー、と地元のアフリカ人という対照的な、えー、と描き方もされていましたが非常に何かこう格差というものを、えー、見せるような演出にもなっていたかと思います。でそれと並行して、えーとそのまあ、監督ウ、えー、リル・ヒザイドル監督もあの言おうとしてたと思うんですがその人間の <laughs> 心の中に潜む闇というものですかね、えー、との他の動物の命を奪うことに関する、えーとまあ、心理的な葛藤だとか、えー、罪悪感であったり、支配欲を満たすことであったり、えー、そういうものを多分描いてたと思うんですが、私も実際あのアフリカで、えー、と調査をしてきて、やはりそれを目の当たりにしましたし、えー、ともっと深く踏み込んでみてみると、地元の人たちの、えー、と考えだとったというのも、えーと、組んでみると、えー とまあ、現代社会における、えーとまあ歪みというものが、えーと、このスポーツハンティング、トロフィーハンティングというのを見て、えー、通して見ることができたんじゃないかなと思いました。で、ペラペラしゃべりましたが、えー、と以上です,いす <laughs> はい、安田先生、ありがとうございますちょっと今ビデオ,をオンにします。 すごくあの現地の写真なんかもいっぱい使っていただいて、それこそ本当に映画にあの出ているようなシーンを、ことをまあ安田先生が体験されている、非常にあの貴重なプレゼンテーションでした、あのトロフィーハンティングの光と影というところにも、最後、焦点を当てていただいてありがとうございます。で、このあと残り15分ほどありますので、もしよろしければ会場の皆様から安田先生にあのご質問などあれば、ここで Q&A セッションにしたいと思いますので。 えー、ぜひ安田先生に聞いてみたいこと、または映画で疑問に思ったこと、まあ、映画の意見でもいいんですけど、そういったものがありましたら、ぜひ、えー、挙手をしていただいて、あのー、ご質問くだ、ご発言ください。で、劇場のスタッフの方がマイクを持って、あのー、いきますので、じゃあ、小坂さん、お願いしますあ。ありがとうございました。映画があのー 正直素人なんでキリンは動物園の中で眺めているキリンさんのイメージがあるのにあんな感じであの、まあ、映画の内容は分かってはいるんですけどなかなか残酷だなっていうのでちょっと戸惑ったのとここが7芸なんで数年前にあの普通あのちょっと映画のタイトル言うと「ある精肉店の話」っていうそのブラックのお肉屋さんの,、まあ、あの牛をさばくシーンとかそれは。 人間が生きていくために命をいただくという尊い、まあ、とうとう映画だったり去年だと京都の漁師さんの資格を持っている僕が漁師になったわけっていうあのそういうあの漁師さん兼業漁師さんだったと思うんですけどあのそういうその時はイノシシを裁くシーンもあってやっぱり命をいただくとはっていうそういうのを過去に何作か見てたんでもう内容からしてちょっと違うだろうなとは思ってたんですけどでも先生の講義を受けると確かに。 あの地元の人に雇用を生んだりとかその税金が入ったりとかあ確かにいい面もあるけれどでも地元の人が引っ越しさせられたり地元の人がその狩りをするのは禁止してなると矛盾してるんだなっていうちょっと大変あの映画見た後の講義を聞いて非常に複雑な思いというか良、はい、かったです今日来て。<laughs> 感想ですいません、あの、あと思うんですけど、え、二週間で四五百万ですか。その、すごい一部の人しかできないスポーツっていうことですよね。そうですねちょっとそれも違和感が。はい。はい、まあ、あの、二週間で、えっ、ー、と、まあ、私が、えっ、ー、と、得たデータなんですけど、二週間で四百八十万円っていう、えっ、ー、と。 まあ、旅行代金を支払ったという、えー、事例だったんですけどこれは、まあえー、とカメルーンでの、えー、とある人の事例だったので、えー、と他の国に 行けば、えー、とこのの金額っていうのは大きく変わります例えば日本のハンターの人で、えー、とタンザニアに行って、えー、とハンティングしてきたわっていう、えー、と北海道出身の方がいらっしゃるんですけど、えー、と全部で1000万払ったと <laughs>、えー、いうこともしてましたのでもう金額はもう,、えー、もう青天井ですもういくらでもやるもう出せるような人たちがやる、まあ、一部の本当の、えーまあ、豪奢な、えー、趣味かなと。 もう少しあの庶民ができるスポーツハンティングじゃないんですかそのマリックサファリはいくらぐらいだったんですか?。あ、<生>えとですね、私が行った、えっ、ー、と南アフリカの、えっ、ー、とマリックサファリっていうところは非常に、えっ、ー、と地元密着っていうか、まあ地元の。 言ってしまえばあの町の中華みたいな感じですよね高級中華料理店じゃなくて町の中華というようなイメージでして例えば私が売ったえっ、ー、とまちっちゃいアンテロープみたいなのも、えー、と3万円とか4万円とかそれぐらい、えー、と私でも普通に払えるような値段にして。えー してましたし、えっ、ー、とまあ町中に住む人たちがえっ、ー、と週末にちょっとうちに来るっていうようなえっ、ー、と値段設定をしています。まあ非常に幅があるっていうことですね。地元えっ、ー、と地元の人たち相手にしたえっ、ー、とちっちゃい商売やってる人もいれば、えっ、ー、と外国から来るおか通常にお金持ちの人たちに対してえっ、ー、と商売しているっていう人もいるってことですね。はい、ありがとうございます。他にあのドラダカご質問がある方がいらっしゃいましたらぜひお願いします。 はい、えっとあの映画を見させていただきましてあの非常に参考になりましたそれで、えー、その経済が回ってるというのをあの先ほどの資料であの見せていただいてあの内容についてはかなり理解できましたその中で、えー、2点ほどちょっと質問があるんですけれども1点目はあの <laughs>、まあ、資料ですので私もその昔近所で 狩猟のためにですね、えー、イノシシを撃つつもりが人を追ってしまったというのがあったりしてですね、まあ、あのガイド弾をつっているので、そういう事故は起こらないかとも思いますけれども、そういう事故とか、あるいはその動物の方がまだ死んでなくて襲いかかってきてですね、なったとか、まあ、そういう事故がないのかどうかというのが一つ。それからもう一つは 黒、まあ、人の方があ解体をされておったんですけれども、その中で、いわゆる、まあ、肉を、まあ、食べた後との、まあ、骨を持ってましたんで、おそらくそれは給料かなんかとしてもらってるのかなと、その肉をね、頂いた,いたのかなと思いましたので、その辺ん、どういう仕組みになったのかなという、この2点。 お,お聞きしたいと思います。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と一つ目のえっ、ー、と狩猟における事故の話なんですが、えっ、ー、とですね、まあアフリカでのえっ、ー、とサファリえっ、ー、とスポーツハンティングで間違えて人を撃ったっていうのはあまりない。えっ、ー、と日本では確かにえっ、ー、と。 あるんですが狩猟事故としてはあるんですが、非常に広いところでやってますので、<laughs> 見通しがきくと、えー、ですので、人を間違えて撃ったっていうのは、えーとまあ、ほとんどないです。しかし、ですね、えーとあのー、質問いただいていたみたいに、逆に動物に襲われるっていう事例は、えー、と多々ありまして、えー、と例えば、えー、とバッファローだとか、えーと、アフリカゾウだとか、非常に、えー、と大きな動物に、えー、と逆に襲われる、えー、ということがあります。 えっと私が行ってたカメルーンの方でもえと2人ほど亡くなってたんですがえとバッファローを撃って倒れて近づいたらまだ生きててえと頭を振り上げられて飛ばされたとそれで亡くなったとかえとまあ象にえともう鼻でつかまれてしまっただとかえとそういうようなえと事故もありますえと2つ目の,そのお肉に関してなんですがえ この映画とか私が言ってたその南アフリカの方では、えー、と得られた動物の肉っていうものは、まあ、ビルトンというものを星肉にされて、えーとまあ、ゲームランチのビジネスの一つにしているので、えーまあ、重要なではあるんですが、えー、とご指摘いただいたみたいに 映画の中で骨をこう、骨についてるちょっとした肉をこう渡してて、かじりついてたの、あれは、まあ、私は多分演出ちゃうかなと思ってるんですが、えー、っと、例えば、あの、まあ、クズ肉みたいなところですよね、えー、っと、ちっちゃいところであったり、えー、っと、あまり売り物になれないところとか、えー、給与として、えー、っと、じもあの、従業員の人たちに、えー、っと、あの、まあ、与えられて,るているのは十分あると思いますし、まあ、私が調査してたカメルの方では、えー、っと、 大体のものはあの、えー、と従,従業員の人たちの、えー、と給与になっていました。なぜかというと、そのビルトンというものが、えー、とカメルンの方ではなくてです、ね、えー、とその市場がないだけなんですね。えー、とう売るところがないので、えー、もそれだったらお前らの、えーとまあ、食べ物にしてしまえということで、えー、とほとんど住民。 あの従業員の人たちが食べたり、あとはたまにですね、大きな動物、ゾウみたいな大きな獲物が取れたときは、まあ、オーナーが、えー、と近くの村に来て、ですね今日はゾウを売ったから、えー、とちょっと残ってるから、まあ、君たちも取りに来たまえということで、住民の人たちが、えー、とボ,ーなんやろボールとナイフ、包丁を持って、えー、と山の中に出かけて,ってみんなで、えー、と切り取りに行くということもあったりしました。 以上です。ありがとうございます。あり,ますありがとうございます。他にどなたかいらっしゃいますか。すみません、お話ありがとうございました。えっと、映画の中でちょっと不思議、えっと。し、えっと、わからないなと思ったところ、全部説明していただけたので、すごく良かったです。あの。経営者の方がどなたであるのかとか、っていうのが白人さんがほとんどだっていうのと。 あとお肉ですねお肉を食べているのか食べていないのかっていうのがずっと気になってたのでそれが食べられているのであれば自分としては捕鯨であったりだとかそのに日本人がやっているような魚の釣いであるとかに準ずるところなのでそういう点ではいいんじゃないかなっていうのは個人的には思うんですけどもやはり経営自体が国の,その地元の人たちが一番上のお金が入るところに関わっているっていうのはやはり少ないんですかね。 そこがちょっとやっぱり気になったところなんですけれども、ありがとうございます。えー、っとですね、まあその例えば南アフリカの方でスポーツハンティングに関する観光収益が年間100億円以上というような話になるんですけど、じゃあそのうちの何パーセントが地元で回ってるのかと。 えー、いうところは非常に、えー、と疑問なところでして、例えば、えー、とカメルーンの北部の方で私は、えー、と調査をしていたんですが、えーと、18人ぐらいのオーナーがいたんですが、全員、えー、とヨーロッパ、えーまあ、アメリカ、欧米の人たちです。で結局はその、えー、とゲームランチでお金が、えー、と発生したとしても、えーと、結局はその人たち、地元の,あの本国に帰って ってしまうんですよね要するにお金が外に出てってしまうだけだと,、えー、と場所としてそこが使われているだけで、えー、とスズメの涙のほどの、えー、と一部の収益が地元に落とされているだけで、えー、と経済効果という話はあるんですが、えー、とオーナーの人たちが、えーまあ、海外資本 えを中心にしてるということで、えー、と実際に何ていうか、えー、と地元に大きく貢献しているのかっていうのは、えー、とまあちょっと疑問符のつくところではあります。まあ、でも、えー、と政府がもっと主導して、えー、と得られた観光収益のうちの、えー、と30%を地元に絶対に落としなさいというような法律を決めている国もあったりします。えー、とカメルーンでは10%とちょっと比率は低いんですが、えー、と地元に1割は絶対落としなさいというようなことも してますので、まあそれもまあ行政の、えー、腕次第かなというのもあると思います。はい。ありがとうございます。なかなか。もう一点すいません。はい、えっと。あ。さ、えっと、先ほど、あの柵のお写真見せていただいたんですけれども。うん、野生動物ってことにはなっているんですけども、あそこ、例えば私有地として。持っておられるオーナーの方がいらっしゃったら。あそこの野生動物っていうのは、ある程度。 何かしら餌やりとか管理をされてたりとかするんですかね映画の中でもちょっと何か餌をまいてるようなシーンがあったんですけどもあれが何ていうんですかね自分のところでその飼っている牧場としてのイノシシなのか野生動物としてのイノシシだったのかがちょっと分かりづらかったのではいえー、っとですねまあ例えば牧場にいるえー、っと例えば六甲山牧場にいるような、えー、っと牛のように、えー、っと毎日餌をあげてるっていう 状況ではないです。えっと 自然に生えてる草を、えー、と食べさせて、えーまあえー、自然に繁殖するっていうのを、えーまあ、任してるんですが、えー、とそれだけではちょっと,、えーとまあ、繁殖率が悪かったり、えー、と病気にかかって死んでしまうということもあると思うので水場を確保する、えーとまあ、特にナンバーフレーカ乾燥地が多いので、えー、と井戸を掘って、えー、と水を飲めるようにしておくっていうのと,、えー、とミネラルを補給するために、えー、と岩塩 のようなものを塩をえと地面に巻いておくというようなことをしてえと少しはえと管理をしていますであと策をしているのはやはりえと大事なえと観光資本なので例えば外に行ってえとどっ逃げてしまったということになると困るので、えー、と全部電気柵でえと囲って外には出ないようにはしていますありがとうございますいかがでしょうか ちなみにこれ今、私が持っている本はスポーツハンティングの専門の雑誌がこれ南アフリカで発行されているんですけどその中の特集の一つがあのブリーディングですね、交配ていうんですか、これ、ヌーなんですけど金色のヌー、新色のヌーを作ったっていう記事が出ていてなので、その餌を、その私有地の中で餌を与えて自分たちの動物、ハンティングさせる動物を飼うっていうところのさらに もう一歩行っていて、自分たちがお客さんに打たせる動物をの侵食を作っているという、まあ、そういったこともあるようです。他に、あとそうです、ね、1問ぐらい、あと最後,の最後にしましょうか、じゃあ最後の質問いかがでしょうか。はい、はいさお願いします ありがとうございました、えー、と以前ちょっと私東京の方にいたのでイメージフォーラムで見逃していたので今回見れてとてもあ,のありがたかったです、えーと。これはどちらかというと有田さんの方に多分する質問かなと思うんですけれども、えー、と残酷とかう行ということを超えて、えー、非常に戸惑いを、あのー、あちこちに忍ばせているというそういう編集をしている作品だったのかなとザイデル監督が。例えば私が一番戸惑ったのが黒人の金銭員が同行ううっていうふうにてい 言っているあの場面黒人へのリスペクトなのか何なんだろうかとかそうしながらもあの解体のシーンに出てくる黒人の方たちのあそこの作業は非常に清潔だなと思ってみました虫が湧いてるふうでもないしそういうそのいろんなこう想像を巡らせるような編集の仕方切り取り方をしているのかといってあの黒人の方たちの家は非常にあの屋根がバタ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 していて。 やっぱり住環境としてはあまりあの優れているものではないという解釈をもたらしているものなんだなと思ったんですけどもその監督がそういうふうにこう編集をしていくっていうのはなんだろうそれがこの作品の魅力なのかなと思ったんですけど有田さん的にその辺どういうふうにお考えなのかなと思ってお聞きしたいと思っていいまますすよろししくお願いしますありがとうございます。 本当にザイドルはその何かその言葉でバーバルであのメッセージを伝えてくる人ではないのでやっぱりその映像言語的に伝えてくる作家だと思うんですね。で、まあ、黒人の方、まああいったその黒人の人は筋肉があの美しいみたいなあエピソードありましたね今あのおっしゃってた通おりに、まあ、あれがあのど,うどう捉えたらいいのかっていうその黒人の方が美しく捉られていたで一方であの白人の方がすごく醜くあの捉えていますよね。 あの贅肉がだーんとしてお酒を飲んでゲップをしてサマーベッドで日焼けをしているっていうあのザイドル監督は本当にインタビューなんかも非常に少ない方でで彼のさん聞こえますかあはいちょっとね今あの10秒前ぐらいにあの1回止まってしまったのでああそうですかすもう1回ちょっと少し前からお話しいただけます。はい ザイドルの監督というのは、まあ、その映像であの物語っていく作家で,で、まあ、あの映画を見ていただけたらあの黒人をああいうふうに映して白人の方はああいうふうに映してっていうでなので、まあ、彼はその言葉で彼がそのレイシズムに対してどう思ってるのかとか例えばこのハンティングについてどう思ってるのかっていうのは語らないんですけどやっぱりこの映画を通じて。 あのランチのオーナー牧場のオーナーにはあの、まあ、牧場のオーナーがなぜ自分がこれを合法的なことをやってるのに説明しなくちゃいけないんだっていうふうに答えてたシーンがあったと思うんですけどということは、まあ、そういったことを現場でしているんだと思いますすなわち、まあ、そ,のそういった面を人はなぜ動物を殺すのかそれは倫理的に正しいことなのかっていうのを説いてる。 あのメッセージととして伝えたたかったんだと思いますこれあくまで憶測ですけど、あのーまあ、今これずっとちょっと話変わってしまいますけどあのこれ私の、あのー、この映画を、あのー、通じて購入したマウントトロフィーなんですけどこれはアフリカのブレスボックっていう動物のマウントですで、まあ、実際この人っていうのは何でこれを買うんまあ、要はこういうものを買う人がいるからあのハンティングっていうのは終わらないと思うんですね。 でまあ、私がこの映画を配給した時はこのハンティングに対して否定的な側面があったと思うんですよね。なのでまあそういったチラシの書き方なんか、まあ、セシル事件なんかも引用して書いたと思うんですけどで、まあ、今4年ぐらい経って今回のこのトークズームに久しぶりに安田先生に来ていただくので映画を自分で見直すとハンティングがすごく楽しそうに見えちゃったんですよね今回あの銃。銃撃をするあの沈黙した瞬間。 すごくドキドキしてしまって、でだから本当にあのこのハンティングっていうものが <laughs> も簡単にその、もちろんその経済の問題もあったり、じゃあその入ってきたお金がフェアに分配されてるのかとか、まあ、いろんなさまざまな問題があると思うんですけど、本当簡単にはあの答えというかオピニオンを出しづらいあのテーマなのかなって思いました。やっぱり命を扱っているものですので、近いも 問題まああの一週でいうと例えばあの例えばじゃ全米のタイマあの合法化の動きっていうのはあれはじゃあタックスが払われるけどそれはいいのかっていう問題と近いとは思うんですけどやっぱりハンティングっていうのはまあいな命を扱っているものなのであの非常に難しいものだと思いますありがとうございますちょっと話を脱線させてしまいましたが何か答えになれば嬉しいです。 ましたあの皆さんも改めまして本日平日のそんなに天気の良くないあんまり外に出たくなるような天気ではないと思うんですけど関東はあのそんなにいい天気ではないんですけどあのお越しいただきまして誠にありがとうございますそれであの安田先生本当に今日あの久しぶりにこうやってお会いできたのもとても嬉しいですし久しぶりにあのお話を聞けてプレゼンテーション聞けてとてもあの ためになりました参考になりまましたた改めて、ま、た何かねこういったあのー、もうちょっとね小坂さんにもあのー、動員を頑張っていただいてもう少し多くの方に、ね、<う> <laughs> このハンティング, <laughs> ンィングとはあの命を取るこのハンティングでビジネスをしてる人たちがいてそれはどうなのかっていうもう少しねいろいろ議論したいですねあのでも今日いらっしゃった方々から非常に意識の高い非常にいい質問がいっぱい出たのでとても配給者として感謝してます。 あのじゃ野田先生もじゃあなんか最後一言言ってそれで締めましょう。はいありがとうございます。あの私の方でも会場皆さんから質問がなかったらどうしようと私は非常に不安に思ってたんですが、えっ、ー、と皆さんから非常にあのたくさんの質問とコメントをいただいてあの私も今日参加させていただいて非常に良かったなと思いました。本当にありがとうございました。はいあのまたこのような機会があったらよろしくお願いします。